3、2、1。皆さんこんにちは、リバティブラスのたかしです。ようちゃんです。ゆうすけです。めちゃんです。こじこじです。はい、というわけでやってまいりました、はい、1周年記念トーク、イエーイ、イエーイ。はい、というわけでね、こういうなんかちょっと不思議な形でトークをやってますけども、うん、どうすか、結構ドキドキじゃないですか、この形でやるのは。確かに、なんかうまくね、収まるんだろうかっていう心配が怖いっすよね。どうにかなる、まあ、今そう、システム的に言うと音声は今ね、みんな Zoom で今やり取りしてるんですよね。うん、Zoom でまあ通話状態にしながら、おのおのの iPhone でまあ動画を撮ってるという、うん、だから、でしかもほぼみんなインカメでやってないんで、うん、まあ、ちゃんと撮れてるのかもわからない、まあ、撮れてなかったら、もし撮れてない人が、ね、撮れてなかったら要は枠が4つになるってことだよね。怖、それか、あのその人 の, あの写真だけが貼られる。最初からいなかったことにされちゃうよ、ね、やばい。そう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 。はい、というわけでね、今、撮ってるのが5月22日、はい、ということで、もう本当に 約ちょうど1年ぐらいですね。そうだね、そうだね、うん、いやー、もう本当に皆さん1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、はい、じゃあこれ見てリバティブラさん解散ということで、音楽性の違いが違い、あれ、いやー頑張ったんだけどね。はい、いやでもね、一作目セプテンバーから、はい、この動画投稿とか YouTube 自体が始まりましたけど、そうだね、まあ、おかげさまで、現在ですね、登録者が一応318人かな現在。うん、いや本当にね、登録してくれる、ありがたい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いや、どうでしたか、ちょっと一人ずつ聞いていきましょうか。たかしさん、 YouTube 始めて、はいはい、その前に、あ、そうですね、ちょっとまあせっかくなんでみんなで乾杯しようということで、僕だけクロレッツですけど。飲むんでしょ、クロレッツ飲むんでしょ。クロレッツ飲むんで、一気に。ということで、じゃあみんな1周年おめでとうございます。お疲れさまでした。はい、いつもの普通で飲みみたいなね。いやー、というわけで、今318人、登録者が多くて、まあ1年ということで、じゃあ誰から聞いていこうかな。じゃあ梅ちゃんから。いや、はい、どうでしたか、1年間やってきて。いやー、急だっていうか、急なこう企画というか、まあまあまあ感じでしたけど、はいはい、あの楽しかったですね、楽しいですね、なんかやっぱり、うん、やっぱこう自由にできないですから、こうやってで、ね、少しでもこう音楽が仲間とできるっていうのは本当に素敵なことだなと噛み締めた1年ですね。で本当に編集ね、編集東本当にありがとうって感じで、もう何本もやったよね、40本ぐらい、ちょうど50本ぐらいだね。そうだね、これをこうずっとやってくれてね、本当にありがとうって感じで、感じです。なんだろう、俺ら本当に解散するんですか。しみじみ語る、思いのほか梅ちゃんが真面目だったっていう。あ、いやだから楽しか、楽しい、うん、楽しいですね、はい、はい、じゃあ次はりょうちゃんいきましょうか。ともかくね、この動画投稿を始めてから、なんかね、自分のね、下手さをね、うん、そんなことないですよ。すごく、打ちのめされたというか、何回ね、各動画のね、テイクを取り直したか、もう、数えられません。いや、わかるわかる。それある。
いやまあ卓六が初めてってわけではなかったけど、まあやっぱアンサンブルでみんなでグループとして出すってなったら、やっぱ、自分でやるよりも責任感とか、うん、いいやつにしたいよなって思えば思うほど、うわ妥協できない、許せないっていうのがすごい積もって、だからね、そのおかげでね、多分ねコロナ禍だったけど上手くなった気がする。うん、確かに。これ全員そうだと思うんだけど、多分ね、2019年のリバティより今のリバティの方がなんかみんな上手いというか、より熱くなった感じがしますね。だから卓六で自分の癖が見つかるとかありますよね。うん、見つかるで、ね、すっげー見つかる。うん、いつもごめんねって思いながらいつも好き勝手吹いてすいませんって思いながら録音してましたさすがにすいません。だからまあ梅ちゃんが言ってたのももちろんだけど、なんかそういうそれぞれのなんかミュージシャン人生においても非常になんか重要な1年だったんじゃないかなと思います。以上です。みんななんかちゃんと答えてるな。じゃあ次はゆうすけくん。はい。なんですかね。まあ生身でやってる時よりもこう集まりっていうかこうリバティ活動がやっぱ増えたじゃないですか。うん。それが結構いいな、楽しかったなっていうのが正直ですね。割と年間通してずっとやり取りして、今までは本番の時にやり取りしてたのが、うん、まあ、年間通してずっとやり取りしてたのが一番楽しかったですね。まあ、あとは、まあ、まあ、あとは、こう、卓六もそうですけど、まあ、やっぱ集まって、こう、まあ、配信形式とか、まあ、活動もできたんで、まあ、どっち両方、楽しさが味わえて、できたのが良かったです。はい。じゃあ、ラーメン大好き、こじこじ。はい。まあ、ラーメン、そうですね。ラーメンの話じゃないよ。ラーメンの話じゃなくて、そう、まあ、そう、みんな言ってたように、やっぱり、ね、何もしないより何かできた1年間っていうのはすごい貴重だったと思うし、特にね、僕は東とね、たくさんこう、動画をね、撮ったりして、結構やっぱりこう僕自身個人としてはすごいやっぱそういう裏方の、あ、こうやって撮るんだなとかそういうのを知れた1年だったかなと思うし、なんかまあ設備投資もしてね今後にもつながるように、準備ができたんじゃないかなっていう風に感じたのと、あとは去年1回だけほら本番があったでしょ。ね、まあそう、浅野はいなかった、ね、出れなかったけど、やっぱあの時に、そのね、ライブでこう、本番ができるっていうのは本当に幸せだなっていうのを、めちゃくちゃ感じたよね。だからなんか、まあ当たり前には思ってなかったけど、今までも。でも今まで以上にやっぱりすごい大切な時間っていうのを感じられたなっていうのが、やっぱりね、やっててよかったって思えたかな。なんだろう、みんなこれやっぱ解散すんのかな。ね、なんかね。みじみ。真面目になって、いや、もっと面白いこと言おうと思ったけど、全然真面目になっちゃった。すげえ。なるほど。たかしくんはいかがでした？僕ですか。そうっすね。とにかくリバティブラスのせいで、めちゃくちゃ金使いましたよね。確かにね。本当に。まあでもなんでしょうね。まあ個人的には、動画編集のスピードは格段に上がりましたね。なんかその、やっぱ今まで、まあ、動画いろいろ作ったりしてましたけど、なんか定期的に今週1で今動画上げてるじゃないですか。だからこそ、なんかその、フォルダー管理とか、ファイル管理とかっていうのがすごいなんか自分の中でちゃんと、し始めたなっていうのは、ね、整理整頓ができるようになった。そうそうそう。すげえ。パソコンの中だけだけど、ね、整理整頓ができるようになったし、まあ、動画のスキルも上がったし、あとはやっぱりその、まあ、僕が基本的にほら曲の
で編集してるじゃないですか、うん、ミックス、うん、だからなんかそれぞれ各それぞれのなんか癖がすごい多分一番俺が多分知ってると思うんですよ。あ、なるほど。だからこそいやなんか、まあ、まあ面白いなと思いましたよね。個人個人の癖が知れて、あ、それがやっぱり結局リアルでの演奏にも絶対活かせるし、うん、多分やっぱこの活動を通してで、そのこういうコロナが収まった時に、まあみんなの実力がもっと上がったのが発揮されるのかなっていうのがあります。いやー、本当に今までありがとうございました。ありがとうみんな。マイク置かないと、まあまあ、というわけで、まあ、ちょっと次の項目では、まあ、ちょっとまあ1年、まあ、今通しての感想など聞けたので、まあ、次回以降ちょっといろいろどういうことをやりたいかっていうのをちょっとね聞いていこうかなと思います。リバティ。さあ、というわけで、まあ、今後やってみたい、まあ、企画だったりとか、うん、まあそういうのをちょっと聞こうかなと思うんですけども、まあこれはもう挙手制でいいですよ。誰かなんかやりたいの？あ、じゃありょうちゃん、何でやりたいですか？焼肉食いたい。それは醍醐味ですね。いや、焼肉食いたいし、バーベキューしたいし、しゃぶしゃぶ食いに行きたいし、焼き鳥食べ放題行きたいし。全部肉。まあ、いつもだったらね、演奏終わった後に焼肉とか行ってましたからね。行ってたね。みんなでバイバイしたいよね。そう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 。ね、それ確かにバーベキューしたいね。ね。確かにみんなで、そっか、もう、あれだって前に演奏会一回やったのっていつでしたっけ？埼玉でやったの。あ、埼玉。はいはい、はい。11月。ああ、そっか。じゃあまあ、半年ぐらい。あ、それでもそんな前の。うん。あ、でもそっか。その時は、ゆうすけくんいなかったから。そうそう、いなかったから。Vlog で、ね。あれか、PV、PV 撮った時か。みんなだったの。うん、夏の。うわぁ。まあ、またあそこでなんか撮ったりしたいですね。そうだね。うん。なんか噂によると、焼肉、あれなんだろうね、はいはい。ちょっとこう、なんか撮影できるスペースも増えたみたいな。あ、そうですね、はい。いろいろ増えたんで、まあ、また新しいね、曲とかが、うん、誰かさんが書いてくれれば。イェイ。ああね。それね。マジで、こう、やる気スイッチのオンオフがすごくて、いつも言ってるけどね。できるときはさ、ほら、スラスラっとね、ほんとできたよ、みたいな。一日でパッとね、うん、できちゃったりするんだけどさ、マジでやる気ないとき、ほんとに進まないの。そう。だから、まあ、気長に待っててください。わかりました。ありがとうございます。あ、さあ、他になんかやりたい、あ、はい、梅、ね、ちゃん。その、それ絡みですけど、まあ、アレンジャー次第だと思うんですけど、はい、だから、東、ドラムじゃん。だから、はい、ドラムと缶4本の何かを、そのリバティオリジナルのアレンジをやってみたいななんて思ってますけど、ね、まあでも、そうらしい、いいね。いや、アレンジャー様様の、アレンジャー様のご機嫌次第なんですけど。ねえ。いや、なんかそれを、そう、それに付随して言うと、全然できないんだけど、やっぱりオリジナル曲欲しいなって思うわ。ああ、確かにね。あ、そうそう。缶4本とドラムでね、そう、うん、4たす1で、オリジナル曲あったら、なんかすごいいいよね。うん、そう、じゃこれを見ている、アレンジャー作曲者の方々、よろしくお願いします。よろしくお願いします。提供、提供。僕らにぴったりの1曲を。ここに。こちらまで、こちらまで。確かに。うん、やってみたい、ね、そう、ずっとね、なんか、うん、思って、はい、こういう企画やりたいとかもあります？なんか、普通の企画？演奏以外で。なんだろう。僕はなんか、笑ったらいけまってんみたいな。
感じで、絶対笑うよ、それは。ね、いつもさ、吹いてて、リハーサルの時に何回笑わされたことかね。そういうことは俺が優勝じゃん。あ、そうそうそう、両一が優勝だよ、もう。俺、だから、その、一曲通しの中で、その、セクションに分けて、その、笑わせる役が変わるわけですよ。あ、それはきついな。そう、それで、笑ったら、100円ずつ募金しましょうって。かっけごとか。某番組みたいな。マジか。100円ずつ募金しましょう。いや、でも東の隣、ほんと地獄だね。いや、リハの時。あ、でもほら、その、笑ってはいけませんの時は、その、笑わせる人は前に出るよね。そうだよね。そう、前に出て、ネタを。そう、やってもらうんで。近くに入る。俺弱いんだよな、本当に。本当弱いんだよね。いや、あのね、真ん中2人はもう終わってるよ。多分、東が当たっただけで笑うと思う。うん、もう無理。そう、なんか普通の笑ったらいけませんよりか、管楽器吹いてる時ってもっと笑ったこと分かりやすいと思うんですよね。めっちゃ分かりやすいよね。だから分かりやすく、その100円罰金は、要も、音を吹けなくなったら、もう、それで、まあ、もう、パッキンですね。きついな。その場所で、ちょっとだから、金はどうすんの？リバティ貯金になりますね。なるほど。だからちょっと、いや、それちょっとやってみてえなと思って。うん。ちょっと、まあ、いつも、ほら、俺が笑わせる側じゃないですか、基本的に。そうだね。それが、他の人たちの、そのネタも見れるっていうので。ちょっと楽しみだなっていう。両一はさ、あの、東の体制はあるけど、他の3人の体制はないわけでしょ？そう。だって多分俺、りょうちゃんは絶対多分梅ちゃんネタの時に多分大爆笑だと思うんですよ。確かに。いや、俺大したことない。大したことない。梅のは耐えられないと思う。梅ちゃんね、大したことできないって言いながら結構なことするからね。うん。そう。変だし、追い込まれた梅ちゃんは多分、ね、脱ぐと思う。僕なんかクレイジーキャッターなのか、これは。何なんだろう。いやー、だって iPad にね、オールペンで書き込みしようとした男だから。いや、だから、あれでも、だって変な話、素だから。目の前で、そのネタをやられたら笑うじゃん、確かに確かに。あれ、いや、ちょっとそれはね、やってみたいんですよね。確かに面白そうだね、それね。それ、かなり面白いと思うんですよ。じゃあ、判定員ね、呼んでね。あ、そうそう、判定員呼んで、誰々アウト、みたいな。だから、まあ、長尺の曲やらなきゃいけないんで、例えば、サウンドオブミュージックとか。あ、シビアだな。結構シビアだな。シビアだな。シビアな曲だな。そうそう。だから、なんか激しい曲だと、ちょっとあれだと思う。その、結構静かな曲だったりとか。最高だよね、でもね。面白そうかも。それ結構面白いかな、って。こじこじはなんかやりたいのありますか？僕はね、まあいろいろあるし、ほらね、ネタ会議ってほどもしてないけど、あの、うん、ほら、こんなのどうっていうのも結構出したけど、基本的にはやっぱこうなんかやってみた系はやってみたいよね。うん。例えば普段楽器でなかなかこうやらないこととか、こうやったらどうなるんだろうみたいな。そう。まあ、すでにこう、ちょっと出てボツになりそうだったから、一個言っちゃうと、ホルンのさ、裏表の缶をさ、こう差し替えたらどうなるとかするとか、そんな風にこう、要は身近な疑問じゃないけど、そんなのに、こう、検証する動画やってみたいなっていうのはある。確かに。確かに、検証系やってみた系ですよね。確かにそういうのもいいっすよね。せっかく管楽器やってるから、うん、そういうのに付随したもの、うん、ね、そう。とかは確かにやりたいですね。ゆうすけくんはどうですか？なんですかね。なんかでもあの、プロ吹いたあの、基礎練動画みたいな。はい、あれの再生回数もいいし、そういう学べる動画的なやつは、
なんかこうちょっといいんじゃないのかなと。お役立ちコンテンツ。確かにそう、学べる。そう。意外と。なんか、プロキソ動画はね、人気ですよね。うん、需要結構あるんだなっていう。やっぱりさ、トランペットすごいよね。あっという間に合わせて、そう。2000ちょっと。うん。どっちも1000超え行きましたね。素晴らしい。りょうちゃんがめちゃくちゃ長尺で喋ったやつね。そうだよ。あの日の収録、押してどうしようかと思った。ごめんなさい。みんな、本当あんな喋っていいんだっていう。簡単にまとめる動画を作ってたのに。本当もうさ、マジで、脱線しちゃうけどさ、ほら、僕なんか一番最初、トップバッターで、うん、しかも、撮るよって当日言われて、知らないの、え、そうなの撮るのみたいな感じで、やったから、もう本当になんかね、何薄っぺらい感じになっちゃったわけ。触りだけみたいな。薄っぺらい。しかもさ、編集、ほら、要は編集的にも、まあ、こんな尺でみたいな感じだったから、もう本当に触りしかやってないのよ。だからさ、りょういちめちゃくちゃなんかね、長いからさ、やられたわ、と思って。いや、だって、止まんなかったんですよ。だから、それまでの、こじこじと、梅ちゃんですか、フリーになっちゃったんですよ。そう、完全になんかね、そう。触りだけなんです。いやその後の、俺、両先輩の後なのに、俺また薄い、みたいな。そんな喋ってるの知らなかったから。そう。すいません。いやでも、りょうちゃんのあれはすごいね。素晴らしい動画。なんかほら、あの動画が出てからみんな、他の俺とりょうちゃん以外は内容知るじゃないですか。うん、多分みんななんか、ためになった動画ですよね。マジでためになった。マジで？あの、ハイトーンの練習をそうするのに、あ、なるほどね、みたいな。俺、実際やってんもん。その、味がね。マジで、うん、いやーあれは本当に俺もハイトーンの練習とかは役立ってますよ。あ、やっぱり出さない方が良かったかな。いやそのね、続編とかもね、いろいろ出したいですよね、プロキソ講座。そうだな、あとなんかやりたいことなんかあるかな、他なんかあります？あとはなんか音楽かける何々、まあ、さっきのさ、はいはい、ね、あの笑ってはいけませんとかもそうだけど、うん、まあ、せっかくだったらやっぱ楽器弾けるわけだから、うん、そう、楽器、例えばだけど、あの要は楽器弾きながらシャトルランするとかね。ああ、なるほどね。それ一番あなたが辛いやつだ。確かに。それは間違いない。そう、本当そう。マジで、あの、ハンデすぎね。ハンデすぎだよ。うん。とかね、そう。なんか、まあ、あとは、下手し、りょうちゃんとこじこじの体型を生かしたこともやりたいな。うん、ああ。ある場所。二人合わせて250キロでしょ？約250キロでしょ？やっぱ、ね。何やりたい？いやー、やっぱり、ペヤングちっちゃいやつから。ちっちゃいやつから。あー、それなー。大きくなっちゃうやつなー。あれ、なんだっけ、ペヤングまた新しいなんか、激辛カレーみたいなやつ出たんですよね。へー。確か。めっちゃ辛い。いろいろ出てますよ。なんでもカレーかけりゃいいと思ってるよね。みんなカレー好きですから。ね、みんなカレー好きだから、うん。カレーは飲み物だからしゃあないけど。うん、あれ飲み物なのは肉なんじゃないですか。いや、なんでも、まあ、要は基本的に食べ物は何でも飲み物なんで。すごいな。飲んじゃうからね。いやじゃあちょっとみんなに聞きたいのは、うん、まあ、前回の収録動画ちょっと被るんですけど、まあ、そっからまた月日経ったじゃないですか、大体ちょっと4ヶ月ぐらいかな、うんうん、ちょっと今一番お気に入りの動画って何ですか。難しいね、また探さないと。気に入りなんだろうな。いや結構今そう第50本、うん、はい、今50本なんですよ。なんかね、もうこうつけがたいぐらい思い入れはあるの。うん、確かに確かに確かに。
なんかまあ演奏動画以外でもいいですよ。そのプロ基礎もそうだし。あまり人気のない Vlog と。いやほんとみんなね Vlog 見てよ。いや画力だな、ちょっとな。男旅ね。もうね、男旅すぎんのよね。あの、缶の方ですよね。男、そうそうそう。そうそう、缶の方。いや、でもね、あの、これ自分で言うのはなんだけど、あれよ。なんだっけ、あそこ。東武ワールドスクエア行った時の帰りに食べたラーメンは、美味しそうだよ。美味しそう。だからぜひ見てほしいよね。いや、めちゃくちゃ美味しかったし、あの、実際こう、うん、絵で見ると美味しそうに食べてるから、ぜひね、見てほしいなと。餃子のタレこぼしてるけど、ね。あ、そう、あれは本当ね。いやね、そう、生きてたのよ、餃子が。生き物だったんだ。なんか、今後ね、もうちょっと、いろいろ何、落ち着いたら、うん、まあなんかその食の旅とか食べ歩きとかやってみたいですね。あね。いいね。Vlog も。あの食いすぎないやつね。あの食いすぎるやつね。食いすぎるやつ。ちょっとずつじゃない。なんか、あ、ちょっとずつじゃない。でも俺はほら、俺そんな食わないから。そうね。いつもそう。で、ちょっと、こじこじ。そう、ちょっと俺のダイソンに、ね。ダイソン。よろしくお願いします。懐かしいね。俺のダイソン発言ももう4年前ぐらい。そういうなんかまあ、まあ、ケンタチもザ男旅に振り切ってちょっとやってみたいですけど、ね、確かに。そう、なんか今までの Vlog ちょっとおしゃれすぎてるんで。多分俺らにそう、おしゃれは多分合わないと思うけど。しょうがない、もう汗臭い旅をしよう。そうそうそう。ちょっと BGM とかもちょっとメタルとかにしよう。それいい、それいい。なんかあんなね、なんかアコギが鳴っている。あ、そんなおしゃれじゃない。BGM じゃなくて、そうちょっとメタルとかね、ハードロック系の音楽やろうかな。せっかくね、あの、有料の BGM 契約してるんで。ね、知らぬ間にね、契約してる。もう、そうですよ。知らなかった。意外に、そうそう、他のメンバーも知らないんだけど、あの、僕らのリバティの動画で使っている BGM って、うん、まあ、フリーの BGM もちろん使わせてもらってるんだけど、あの、有料、そう、月額で払ってる BGM も使ってて。すげえ。そうなんだ。マジかよ。通りでいいと思った。センス。それをなんか、ね、あの、そう、すごいしれっと言われて、え、そうだったんだ、みたいな。そう考えてるとかじゃなくて、もう使ってるって言われて、え、マジかよ。そう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 。いや、なんか、BGM も、その、Vlog と、まあ、トーク動画。で、ちゃんと、まあ、使い分けてはいるんですよ。うん、で、まあ、まあ、基本的に主にトーク動画がうち多いから、トーク動画の、だいたいほら、イントロ、真ん中、アウトロみたいな感じで作ってるじゃないですか。それの、真ん中の部分はループ素材使ってるんで、うん、基本的にフリーの BGM 使わせてもらってるんですよ。ただ、イントロと最後の曲は、あれ有料のやつ使ってるんですよ。あの、やっぱクオリティが違うんですよね。違う。だし、まあなんか、曲数もめっちゃ多いんで、そっちの方が。だから、そうそう、エピデミックサウンドっていうところを使ってるんですけど、だからその、リバティのアカウントでしか、その、使えないやつ。他のアカウントで使うと思うと、あの、著作権侵害とか出ちゃうんで。おー、なるほどね。そう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 。ちゃんと紐付けているんですよ。だから、月額俺が今、1500円ぐらい払ってやってます。マジ？そうだったのか。そうなんだ。結構、ね、しっかりしてんのよ、額が。すげえな。そうですね。知らなかったよ。そうか。額が意外にしっかりしてるんですよ。まあ変なし、俺ほら、そういうの躊躇なく払っちゃう人なんで。ね、本当ちょっと考えた方がいいよ。ちょっとね、課金に関してはもう全然、どん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 払っちゃってる。正直さ、でも本当サブスクの壁がね、ここんとかやっぱりこういろいろさ買わなきゃいけないとか
容量増やさなきゃいけないとかってなると、うん、どうしても定期購読になっちゃうのが、そうですね。そうっていうのは結構やっぱり、ああ、時代は変わってきたなっていうのを感じた。うん。まあ、そのサブスクのおかげでなんかまあ、ね、いいコンテンツも取り入れることはまあできるんだけど、まあ、だけどやっぱりね、なんかいつの間にか、なんかね、月々の払うお金が、増えてるよね。そうだね。ちりつもだよ。元取ろう。元取りましょう。元取ろう。元取ろう。元取らないと。だね、今年は、じゃあちょっとまあ、もう一個聞きたいのは、今年の目標。もう半月、半分ぐらい経ってますけど、ちょっと今年の目標を一人ずつ聞こうかなと思って。お気に入りの動画の話はいいのも。あ、お気に入りの動画。すごいね、俺が飛ばしちゃったんだけど。そうだ。お気に入り。お気に入りの動画行きましょう。ねそうね、そうだ。ある。じゃあ、りょうちゃんから行こうかな。俺？いやー、もう、これ、いや、梅野ごめん。もし被ってたらごめん。俺はね、ソングフォージャパンがね、おー、あもう上がってた。いや、あれね、すげえいいと思うんだよね。なんか、みんな渾身の演奏だったと。うん、いや、頑張って。もう、あれね、ちょくちょく聴いちゃうんだ。うん、あれはね、めちゃくちゃ良かったし、なんか自分も、すごく、なんか、本当に、いや、いつもマジで演奏してるけど、うん、なんか、より、なんか、気持ちを入れてくれたような、思い入れというか、そんな感じで、うん。なんかまあ、みんな学生時代に必ず吹いた曲ですよね、あれは。うん、ああ、そっか、もう。もうどんな編成でも多分、いろいろ。俺はそっちをしたけどな。ああ、そうですね。でも確かに、ちょうど、ね。たくさん吹いたよね。うん。じゃあ、ゆうすけくん。僕はやっぱ、宝島が割と好きで、まあ、ニコニコで、あんな回数行ったのも含めてだし、まあ、あと、いや、あれは本当そうですね。あんまホルンのソロないから、あ、確かに。あれはそう、吹いてる意味で、そういう意味で楽しかったし、割とアレンジも、原曲忠実な感じで、うん。すごい楽しかったし。なかなかそう、原曲忠実の金管五重奏とかのやつないからね、うん、基本的に。うん、まあ、あれはほんと、こじこじよく書いたよ。楽しかったよ。うん、いや、ほんとに。いいアレンジで。楽しかったけど、やっぱりギターとかピアノって聞こえづらいよね。たくさん音が。ああ、確かに確かに。一緒に音をたくさん出してるから、なんか、そう、難しいなと。いや、勉強になりました。ありがとうございます。いや、ほんと、褒めてやるよ。誰なんだ、お前。プロデューサー。プロデューサー、うち厳しいからね、プロデューサーね。ああ、そうじゃあ、梅ちゃん。僕、いっぱいあるね。The Song of Japan だし、あの時期、花は咲くも、個人的にはね、ちょっと。5枚込めましたしね。あとは、でも、うん、何気に好きなキューティーハニー。そうだそうだ。キューティーハニーの、変わるわよの、何編集うーんってなって、こういうのエモいやつね。そう、エモいやつ。まあ、なるのかと思って、あれはびっくりしたし、なんか演奏も結構こう、元気系でさ、うん、個人的に好き。うんうんうん、確かに。あと、うん、オーメンズはちょっと頑張ったし、感じで。ああ、そうね。いや、もうさ、本当に本当に。あれ、いや、マジで冗談だったんだよ、あの楽譜。いや、でも、やるっきゃないですよね、やっぱ、オーメンズで、ギターソロって言ったら、そう。ゆういちとさ、話しててさ、梅ちゃんの楽譜あれわざと書いたんだけどどうするかねって言って。本当にやったからびっくりしたよね。すごい、本当に。まあ、ちょっと限界あれですけど、まあまあでも楽しかったです、あれやってて。うん。
だから T スクエアがより好きになりましたね。だから、うん、いっぱいありました。他の曲もやりたいっすよね。やりたい、やりたい。あ、そう、うん、結構ね、そうなんだ。僕 Amazon Music で T スクエアよく聴いてんだけど、いい曲いっぱいあるからね。うん、また書きます。やった、はい、イエーイじゃあ、こじこじ。はい。僕はね、意外とみんな言わないかったのよね。刑事ドラマとか、いいなと思って。でも、やっぱりね、ごめんね、あんまり滅多にないんで、僕はやっぱタイガーラグかな。ああ。そうね、チューバが、チューバがチューバの曲はね、あんまりないから、うん、確かに唯一こうなんか一番偉くなれる曲かな、うん、基本的にはねいつも目立たないけど休んでないっていうね。本当よ本当すいません、なんせか知らないけどね、チューバって休みない楽器だっけ、そっかみたいなねそうだけど、あれだけだったらね、目立てるからね。うん、そうそうそう。まあ、エヴァもすごかったです。そんなに、目立ちたくはないんだけど、そう。だけど、まあ、なんか、タイガーラグ、すごい我々に合ってるような気がするよね。うん。本当。でも大丈夫ですよ、ほら。こじこじの魅力は、結局、プロ基礎講座の再生数で、ほら、一緒されてるから。いや、ほんとすごいね。本当世の中の皆さんごめんなさいって感じ。いやいや。だって今のところは4000何百回再生されてるじゃないですか。まあ、少なくとも、変だし、ほら、まあ一人が何回見ても多分再生回数反映されたりするけど、少なくとも多分1000人は見てると思うんですよ。あ、そうだよね。4000も言ってるよね。4000言ってない。少なくとも1000人は、だから1000人には見られてるんですよ。本当恐縮です。じゃあそのうちね、なんか次回作出せたらいいですね。そうだね。そうね、うん。あれをね、シリーズ化していけるとね。うん。うん、あ、なんかね、そう、なんだ、便利グッズ紹介とかもしたいんだよ。そう。その、ああ、いいっすね。みんながそれぞれお家で使ってるとか、現場で使ってて、これいいよっていう。うん。両一なんかいっぱい持ってそうだよね。確かに。え、まあやっぱ最高なのはヤマハのバルコン。ああ完璧じゃないか。安くてどこでも買える以上。あのそうオイルのこだわりとかそういうのもちょっと語りたいですよね。うん、ああいいね、ね、そういうのもね。確かにすごいこだわってんだみんな。あ、なるほどね。俺も全然こだわってない。あれ僕めっちゃ気にして、めっちゃこれ探し歩いたんで。なるほどね。俺、お気に入りの動画なんだろうな。でもなんか、俺は逆に、まあ演奏動画は演奏動画なんですけど、まあやっぱトーク動画の方が結構楽しかったりしますかね。うん。なんか作ってる側の意見になっちゃうけど、なんかトーク動画の方がいろいろなテロップ入れられたりとかするしから、うん、そうだな、俺最近それこそ新しいけど、りょうちゃんのあのバック4本吹き比べしてて、あの動画はなんかちょっと編集いろいろ凝ったかなって感じがあって。面白かった。そう、なんか最初ら辺のトーク動画から、その、見てもらうとわかるんだけど、俺最初ら辺めちゃくちゃテロップ入れてないんですよ。うん、最初のトーク動画って。なんかもうテロップいいや、みたいな感じで思ってたんだけど、そっからだからどんどん俺のなんか心境の変化が全部見れる。トーク動画見ると。だから徐々にテロップとか、そういうのが増えてってるんだよ。うん、見やすくね、なってるよね。そう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 、見やす、なんか俺のこだわりじゃなく、見やすさに、なんか方向転換してってて。だから結構トーク動画、まあでも、それこそほら、最初の辺に挙げたフリューゲルのレビュー動画。ああ。プレイテックの。うん。あれとかも、まあ今みたいな感じで iPhone でお互い撮りながら、うん。やったりしたじゃないですか。そうだね。なんか、ああいうなんかやっぱ工夫を凝らせるのはやっぱトーク動画とかの方が多いから、結構俺お気に入りはトーク動画だったりしますね。うん。
なんか、まあ、曲の動画は、そうだな、あのね、絶対多分みんな言わないんだろうけど、俺が一番演奏動画で工夫した動画は、って言うと多分ね、わかると思うけど、まあ、吉本だよね。それか。あ、あのね、一番時間かけて一番頑張ったの吉本だ。いや、俺あれも好きだよ。本当に。あれも好き。あのキャラ、謎キャラ、本当に。そう謎キャラね。初で。あれなんだと思う。リバティの時のね。今ね、そう生きてるから、ね、カマキリだけそう採用されてるけどそうあの、うん、新喜劇はね俺一番思い入れあるわ俺てっきりヘイソウルとか言うのかと思ったら違うんだ。いやもう一番思い入れあるよ新喜劇はもうだってあれ確か 5作目とか6作目ぐらいだったもんね。そう割と早い段階で、うん、もう飽きたんだって言ったもんね。そうなんか単純な5分割に飽きてでその前の聖者の行進でなんかそれぞれ動かしたじゃない、うんうんうん、なんか歩かしたじゃないあそこら辺からなんかおアニメーションいけんじゃんとか思ってでもアニメーションどうやって作るんだろうみたいな、うん、待って絵がないとダメじゃんっていう。えだからでも多分あれ動画作る時間より絵描く時間の方が長いあれだからちゃんとあれっすよ、その iPad でお絵かけしたんだけど、それぞれの、あの、パーツごとにレイヤーを別にしてるんで。えー、すごい。すごいじゃん、言葉って。そう。だから、そう、一気に描いたんじゃなくて、最初に輪郭描いて、で、それに別のレイヤーで足だけ描いて、とか。そういうのやって全部重ねて、で、全部色もそれぞれにこうやってやってるんで、あれめちゃくちゃ実は時間かかってるんですよ。誰も知らないけど。うん、秘話だよ、秘話。作成秘話。そうだったな。あの、キャラクター案は、そもそも俺が高校ぐらいで、あの、なんか落書きで書いてたやつ。テストの裏とかに落書きでこうやって書いてたやつ。あれはちゃんと、あれは俺に著作権があるからね。はい、なるほど。本当のオリジナル。あれはオリジナル曲よりも早く俺らオリジナルイラストができてるから。すごいね。ただ別にあれ、その、各メンバーそれぞれを模したわけじゃないんだけどね。そう、てっきりなんか色がね、最初、そうあったから、そうなのかなってちょっと思ったら、全然関係なかった。全然関係ない。とりあえず、まあ、キャラクター、まあ、5人いるから、まあ、キャラクター5個描くかっていうことで。まあ、無理やり当てはめるとしたら誰でしょうね。カマキリは誰かな？カマキリは誰でしょうね。浅野か？俺か。浅野っぽいと思う。かな。なんか黄色いなんかホワンとしてるやつは多分俺なんですよ。多分。俺が一番気に入ってるんですよ、あれ。あれは、あれ譲らない。あれ譲らないけど。そういう理由。あとはなんか犬みたいなやつと、あとなんか、コーン。スバットみたいな。スバットみたいなやつ。コーン。いた。あれ、あとなんだっけ？あ、なんか変なアリンコみたいなやついたな。アリンコみたいな。ちっちゃいアリンコみたいな。そう。なんか、笑ってるアリンコみたいなやつがいました。ズバットは、りょうちゃんかな。で、ワンコが梅ちゃんかな。じゃあ、ちっちゃい。で、なんか、ちっちゃいやつは、まあ、こじこじかな。なるほど。で、あれがそうですね、一番なんか思い入れあるかな。リバティ！はい、というわけで、1周年記念トークやってきましたけれども、いやーなんか、ね、今後この後1年、まあ2年、3年とか、なんかね、いろいろなんか、まあ曲だけではなく、いろんな企画とか、もういっぱいやっていきたいですよね、やっぱり。そうだね。
なんかもう今年の、あ、さっき今年の目標って言ってなかったっけ言ってないかもちょっともうそれぞれ今年の目標言っていきましょうはいおい、じゃあこじこじから、はい、あのリバティのかな、はいはい、活動のね目標ね、はい、そうですね、まあ、やっぱり、なんだろうな、僕らね、いろんなとこで演奏させてもらったり、こうやって今 YouTube やったりして、やっぱ、見てくれてる方たちはとっても喜んでくれてるので、うん、ね、もっともっとこうたくさんいろんな人にもお伝えできるように活動を広げていって、いろんな人になんか幸せに思ってもらえたらいいなっていうのが今年の目標ですね。はい、真面目です、ね、真面目でした一応リーダーなんですいません真面目でじゃあ次梅ちゃん、はい、僕も一緒です、見てる方が楽しんでくれるような動画、 YouTuber みたいになってるけどなんかでも出すからにはそういうのを出したいですよね、なんか見てる人が楽しんで、それを見てこうつながっていけるように、うん、社会つながっていけるような感じでいきたいなと個人的に思ってます。はい、なんかみんな真面目だね。え次ゆうすけくん、はい、まあコロナがこうきっかけで始まってますけど、まあコロナがどうなるにせよ、まあ、動画はきっと続けていくと思うので、まあ同じですね、楽しんでもらえるような動画をだから作るっていうことで、まあ、もう自分たちもやってて楽しいので、これからも楽しくやれたらいいと思いますなんかすごい、みんな真面目なじゃあ焼肉大好きりょうちゃん早くみんなで焼肉食って酒飲んでその後カラオケで大熱唱した後に締めら行きたいね、以上。いいね、あ、カラオケ行きたい、全部いいよだね今そうね、あ、リバティのカラオケはもっとタブーだからね、密も密の20人部屋とか、ね、通してもらえるとちょっと厳しいよね、そう、うん、湿度がね全員からね、熱気がねムワンムワン出るからね、汗だくだからねで飛沫も飛沫だからみんな絶叫で笑い転ぶからね、そうね、落ち着いてくれないとカラオケ行けないからね、生きてー、生きたいそうですね、僕の目標はもう明確に、まず今年の目標は登録者1000人超える、うん、それがまずもう目標ですね、1000人超えて配信ライブとかももうどんどんやりたいし、うん、なんかだから活動の幅を広げていくのとか、あとはまあなんかいろんな他の人とかともなんかコラボとかやりたいし、ね、いいね、そうそう、リバティだけでとどまらず、そう、だからさっきの梅ちゃんの広げていくっていうのも、うん、まあ付随してだけど、そういろいろなんかいろんな、ね、一緒にね、それこそ YouTuber 頑張ってるね、その団体とかいっぱいいるじゃないですか、うん、そういうとことかとなんかコラボとかして、またそこでいろいろ広げていけたらなんか、そう、多分リアルの演奏だけやってたら絶対つながれないような人たちとかつながれるんじゃないかなって思うから、そういうのをどんどんやって、でリバティブラスっていうのをどんどん認知してもらってやっていけたら、なんかめちゃくちゃ楽しいんじゃないですかね、きっと、うん、とにかくそう、楽しいことやっていきたいですよね、うん、そうという、影のリーダーからでした。さすが、さすが取った、さすがプロデューサー。結局みんな真面目じゃねえかもうみんなほらもうね、アラサーなんで、そうなんだ、はい、あれ、あ、まだみんな30いってない、俺まだまだですよ、あ、そっか我々は今年ですけどあ、そうそうそう、まだ俺ジジイズジジイズいや、なんかね、まあそうやって親父になってもなんかそういう、まあいい、なんか真面目にふざけたりなんですね、うんうん、なんかそうそうそう、大人なふざけ方って
かそういうのをどんどんやっていけたらなって思いますよね。いいね。さあ、なんか言い残したことある人いませんか？焼肉。焼肉ね。ラーメン。さんざん言ってんの。焼き鳥。カラオケ。インドカレー。みんなでね、そう、ね。インドカレー。あ、インドカレー。忘れてた。忘れてたでしょ。そうだそうだ。あと中華焼き鳥定番。そう。ね、天津唐揚げを。天津チャーハン。あー、忘れてた。まだちゃんと店ありますよ。あ、じゃあ行かないと。もう素晴らしい。これ見てる人絶対わかんないよ。本当わかんないですね。リバティ御用達のお店がいっぱいあるんだよね。だから聖地巡礼したらいいよ、自分たちでね。確かに。動画にしよう。そう、確かに。何個かね、そう、食の聖地がある。そうそう。だそう、そこでみんな飯を食えば、あのリバティみたいな演奏ができると。そう。まあ、リバティみたいにでかくはなれるっちゃいますね。リバティみたいにでかくはなれるね、確実に。という感じですかね。そうですね。周年記念トーク。はい。ね、ちょっと、まあ、長々とお付き合いいただきましたけども、まあ、今後もね、まあ、楽しいコンテンツを、作っていくので、ぜひ皆さんね、チャンネル登録。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日話したみたいに他にもいろんな動画とかが、いっぱい上がってるので、ぜひそちらも見て、でこれからのコンテンツも楽しみにしてもらっていただきたいと思います。まーす。まあ、これリバティには言ってないけど、今回の動画はほぼノーカットでいくんで。マジで？え、マジで？嘘でしょ。嘘。そうなんだ。嘘。オッケー。はい、あの編集がめんどくさいから。あ、長いよ。長いね。1時間超えんじゃない。だからさっき長々とお付き合いいただきました。本当に長々と、すいません。視聴者の皆さん、すいません。ぜひとも、今後ともね、この暑苦しい5人組をよろしくお願いします。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 というわけで、次回の動画でまたお会いしましょう。リバティブラスのたかしでした。りょうちゃんでした。ゆうすけでした。めいちゃんでした。こじこじでした。バイバーイ。バイバーイ。